まずいかまずくないかわかります。でもそこに何を加えれば美味しくなるかがわからないんです。どうします？さあでは2つの出汁ができたということで2つを合わせていきたいと思います。ではまず鶏の方から。え、これめっちゃこぼしそう。せーの、うまーい。冷たい冷たい冷たい冷たくないんだよ、これ熱いんだよ。でもう1個、せーの、うわめっちゃいい感じ。ちょっと味見してみますね。いただきます。あ、薄っ。これどうすればいいんだろう。え、そうですよね。では火にかけていきたいと思います。では火にかけている間にちょっと微調整を。今お醤油と砂糖とお塩があるんですけど、どうします？私何が入れたら美味しくなるかわからない。薄いです。どうします？薄い時ってどうします？塩、ちょっともう好きなようにやります。でもこの後にこの中に味噌を入れるから。でも私お醤油とお塩でスープ作るんです。大好きなスープがあって、だいたいお醤油とお塩を入れれば美味しくなるってことは知ってます。うまっ。いい感じなのでお味噌を入れるんですよね。あれあ、フライパンだ、フライパン。炒めますよ。もやしから入れます。1杯分ぐらいの。もう一杯ですか？量で大丈夫。じゃあきっとこのくらい。肉を先に入れた方が。そうですよね。確かに。まあ半分ずつやりましょう。はい、やります。きっと大丈夫です。まもなく完成です。あれをやりたいです、あれを。でも失敗するからやめます。お満足です。火をちょっと弱めて。300cc。 この中に入れるんだ。ここが一番大事。ラーメン1杯分の。いきます。では味噌ダレをきっとこのくらいっていうアバウトでいきます。うわ美味しそう。濃くなったかも。なんかが違う。何なんだろう。ニンニク入れればいいんだ。ニンニク入れます。笑われてますけど通常運転です。ちょっと味見しときます。はい、正解。では麺を茹でていきます。あ、ネギじゃあ切りますか。ラーメンの今回のこだわりの部分ですか。ニンニクとネギじゃないですか。マジで美味しそう。嬉しいです。私切るのだけは得意なんですよ。麺を入れていきたいと思います。ではいきます。2分。生麺を茹でるのは毎朝やってるので得意です。あ、違う違う、全然見てなかった。弱いから。こんな大きい鍋でしないですから。スーパーとかで買うやつです。はい、生麺。あ、そうです。朝は生麺がいいですよ。え、なんか健康に良さそうじゃないですか。生麺の方がカップ麺より。あ、そうです、そうです、そうです。あ、そうなんですよ。ネギは、はい、でもあのいつもは白い方が好きなんですよ。でも味噌ラーメンは青い方が好きです。そろそろ2分経ちました。じゃあもう私は固めが好きなんで。でもそろそろいい気がする。私これ夢だったんです。いきますよ。知らないかな、自分に知らないかな。うまい。わーっ。オッケー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 。せーの、へい。いい感じかも。え、もう完成じゃん。あ、全部入れよう。はい、ネギを振ります。で、最後に味噌ラーメンといえばメンマを入れます。入れます、メンマ。あ、はい、美味しい。はい、美味しい。はい、完成です。完成しました。完成した。もう食べましょうか。実食。はい、では作ったのがここにあるので食べていきたいと思います。じゃあまずスープからいただきます。
しいかな、うん、美味しいですよ。難しい、これはすごく難しい。なんか味噌とニンニクが分離してるでも麺も食べてみます。麺が硬いでは麺の方を食べていきたいと思います。いただきます。麺と食べると美味しいです。これはラーメンとしては成立してます。これはあ、美味しい。え、美味しい。結構お疲れ様でしたなんか私が求めてた味噌ラーメンじゃないです。本当はもっと調合してるんですよ。今ニンニクと味噌が分離してるんですよ私が作りたかったのは全部がマッチングしてるやつです。だからやっぱ一日ラーメン店長は無理でしたね。だから麺ともやしと麺も食べれば美味しいんですよ。でもスープだけ飲むと美味しくないです。美味しくないことはないんですちょっと微妙です以上ドラマテリオのラーメンでした。これですか。通わないですこれですか。出せて。え、私が出す、もし出すとしたら150円。味噌ラーメンが失敗。家系ならいけたかもしれない。これ食べるより札幌一番食べる方が美味しいでも私が作った愛情はたっぷり入ってるので、それは皆さんに伝わると思いますよね。